かんないコンビニに行きます。センスの屋上です。101が見えてますよ。15日にここにね行きたいと思います。すごい高いタワー、これすごいすごい高いタワーですね。行ってみたいと思います。ここですね、これが頂上、行ってみたいと思います。よし、ラーメンです。電車で移動します。新しく100から始まるものになりました。これで OK で、ここからやっていきます。101ですか。はい、台湾で一番有名な本屋さんが入ってる、なんていうとこだったか忘れちゃったけど、ビルでご飯です。まあフードコートですね。こんな感じで、鶴山さん、フードコートどうですか？おいしい、おいしい、ハウツィーハウツィーハウツィーということで、僕も食べてみたいと思います。僕のはなんか、台北じゃなくて台南の料理だったみたいです大人気店ですよ、大人気店。なんだかよくわかんない豆腐、豆腐のデザート、豆腐です、ただの豆腐です。豆腐に花って書いて豆腐ですね。普通の豆腐豆腐がちょっと甘いかなって。Thank you.
感じで夜ご飯です。夜ご飯というか深夜ご飯、夜食ですね。深夜ご飯、夜食です。